どうも、マインクロの深夜です。ゆきです。ゆきです。今日はですね、はい、9月18日に、発売が開始されましたユニクロ U 2020秋冬の、今日はね、アイテム紹介を、していきたいと思います。お願いします。お祭り騒ぎだね。やばかったね、人めちゃくちゃ人いて、会えるかちょっと心配だったわ。俺で途中参加だったからね。今日はその中で発売初日に店に3人で行ってみて、こういっぱい試着をして、僕たちがね、実際に着てみてよかったで、みんなにおすすめしたいものを、今日は紹介したいなっていうふうに思います。そうね、ネットで見るのとね、買ってみるのとかで全然違うからね。違ったね、予想と全然違った、ね、全然違った。そうだから、そのオンラインでね、購入したいって人のために紹介できればなと思って。それじゃあ早速紹介していきましょう。よいしょ。1点目のアイテムはこちら。よいしょ。ダーン。いいよ。いい。かわいい。かわいい。かわいい。ない。ライトフランネルワイドフィットチェックシャツ（かっこ長袖）でございます。2色ありまして、グレーとブラウンの2色あります。でサイズは S、M、L とありまして、で今回は M を買ってきました。予定ではね、はい、L だったけどね。そう、最近そのビッグシルエットが流行ってるから全然 L でいいかなと思いながら見に行ってみたら、意外と M でも今回すごい作りが大きいものが多いですね。実際着たんですけど、丈よいしょ、ここがもう元々長いし、袖もオーバーするぐらいにはあるから。元々オーバーサイズ目に作られていました。で、今回ユニクロ U だとチェックシャツが2種類あるんですね。これとは別にもう少しチェックの柄が細かい小さいやつがもう1個あって、で、なんでそっちじゃなくてこっちにしたのかっていうと、細かいチェック意外に着回しにくいなっていうふうに判断したんですよね。そうね、結構ボタンを締めでしか着れない。割と細かいチェックだと合わせた時とかにオタクっぽくなっちゃう可能性が高いんですよ。すごいオタキっぽくなるし、なんかおじさんっぽくなっちゃうし、なんかいるじゃないですかね、なんかベージュのチノパンにタックインしてサスペンダー、そうサスペンダーつけてるおじさん、よくね競艇場とかにいるじゃないですか。いるけど陰キャラ感みたいなのがちょっと出ちゃうと思って、こっちならまだトレンドに寄ったというか、色味もね、そう色味が可愛いんですよこれ。わかるか。細かいチェックだと上半身側が細く見えて、なるべくトップスって大きく見せたいじゃないですか。そういう点で太めのチェックだとまだ細いチェックよりかはトップスを大きく見せることができるので、より V シルエットを作る際に着回しやすいかなと思ってこっちにしました。今回ね、買うアイテムを選ぶ基準として着回しやすいかどうかっていうのが大きな基準にしてるんですけど、その点において、チェックシャツだと大きいやっぱチェックの方が着回しやすいなっていうふうに3人で話し合った結果、こっちのチェックシャツを買いました。2個目に、僕たちが選んだアイテムはこちら。着てみます。じゃん、こちらです。ライトウェイトローゲージクルーネックセーター。こちらは、ブラック、ナチュラル、ベージュの3色展開になってて、で店頭では、S、M、L しかサイズ置いてないんですけれども、あとオンラインでは XS とか XL、XXL も、あります。どうですか、着てみた感じは。まずネットで見た感じだともう少し大きめかなって思ったんですけど、意外とね若干オーバーサイズってぐらいで、思ったよりちっちゃかったです、感想としては。あと色の名前がナチュラルってなってたから、白と何が違うねって思ったんですよ。実際見に行ってみたら、若干そのアイボリーとかオフホワイト系の色味で、真っ白よりかはこっちの方が確かにトレンド、ちょっとトレンドだなと思うので、これは色味は好きですね。割と今っぽい色だもんね。はいはい、ユッキーの着てるやつと、これは真っ白ってやつ、ね、真っ白。ニットは他にもね、6種類ぐらいあって、はい、結構種類多かったんですけれども、なんで今回このライトウェイトローゲージクルーネックセーターを選んだかっていうと、はい、結構これが一番生地が肉厚な、そう感じだったんですよ。あったかそうって思って、他の5種類のニット系は割と薄かったんですよね。で体型だったもんね、作りも薄いと秋の始まりから中盤にかけては着れるんですけど、真冬にインナーとして着るっていうのがね難しくなってきちゃうなと思って、そのコートの中にインナーとして着るっていうのが難しいなって思って、これだったら秋これニット1枚で着るっていう使い方から、冬インナーで使う、春まで一応まだ使えるっていうのが3シーズンにわたって使えるので、割と長い時期活
躍してくれるんだったらこれかなって思って。続いて3つ目のアイテムはこちら。あれ着てるよ。あれスウェットプルパーカーの長袖ですね。これ色が5色あって黒とピンク、ブラウンとダークブラウンとイエローですね。今回はねブラックを買ってきました。でこれは店頭でサイズが SML あってこのサイズは L です。 L サイズです。でオンラインだと XS、XL、XXL まであります。物の作りとしてものすごい俺満足してる。もちろんフードの立ちがいいっていうのもそうだし、中裏起毛であったかいし、すっごい生地がね厚いのよ。程よく硬い、着てても形が崩れないからかっこよくね、そのシルエットを保てるっていうのがすごい気に入りました。大事やね、そこ長く使えるかどうかに使ってくるから。ユニクロってね、なんかあんまり長く使えるイメージ今までなかったけど、最近はねめっちゃ生地良くなったし、質も高くなってるからね。プチプラって呼ぶのもめっちゃ失礼な気がしちゃうよね。なんかプチプラじゃない、本当にねすごいよね。毎回こんな値段で買っていいんですかって思っちゃう。で続いて4つ目のアイテムがこちらです。じゃん、こちらです。こちらがウールブレンドジャージパンツですね。よいしょ。で色がこちらがブラウンで、もう一つがダークグレーになります。サイズは73、76、79、82、85まで店頭にあります。で70と88、91はオンライン限定になってます。もともとさ、テーパードパンツの方を買うって言ってたじゃん。そう、もう一個の方を買おうとしてたんですけど、僕の独断と偏見によって鶴の一声によってこっちになってしまいました。言ってくれよ、これの良さを。まあなんでこっち選んだかって言いますと、まあ、もう一個のそのワイドフィットテーパードパンツ、うん、まあ、こっちもセットアップ可能なやつなんですけど、そっちを買おうとしたんですけど、まあ、もちろんそっちおすすめなんですよ。あれはね、本当に万能だからね。そう形もすんげーいいし、色味も使いやすいものが多いし、黒だからね。そうそうそう。あとね、こっちより2000円安いしね。そうね、買いやすさ、着回しやすさっていうのもあっちの方がね。そうだけど、なんかね、思ったより素材が、触ってみた感じ、春夏のアイテムの方に近い素材感だったのよ。あー、そうだったね。そう、あと僕、これ個人的な話なんですけど、すでにフリークスストアのセットアップを僕持ってて、それの素材にめっちゃ近いなと思って。まあ、ああいう素材はね、こう似たり寄ったりみたいなとこあるからね。うん、あ、すごいいい素材なんですよ、もちろん。はい、だけど、あれは春夏寄りのなんか素材感だなと思ったんで、で、その時に僕がこれ目入って触ってみたら、え、めっちゃいい、なんなら秋冬の素材っぽいってなって、こっちウールが混じってるんですよ。あったかいのか。そう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 。もう一個のワイドフィットテーパードパンツの方がウールライトなんで、実際にウールは入ってないんですよ。こっちはちゃんとウール混在っすからね、混じってますからね。ワイドフィットテーパードパンツはユニクロ U じゃなくてもあるんで、ユニクロ U で選ぶのであればプラス2000円してでも僕はこっちを選ぶんだなと思ってこちらにしましたね。秋冬だしね、これから。王道のクロスラックスってさ、もういろんなブランドが出してるわけじゃない。言ってしまえばどこでも自分の好きなブランドさんで買うのが一番。逆に今のタイミングじゃなくてもいいのよ。そう、いつでも買えるなって思って、これいつでも買えないじゃないですか、もう今じゃないですか、って思ってね選びました、こちら。じゃ最後に紹介するアイテムは、トレンチコートです。ポン、こちら。ごめんね、隠しちゃって。いいよ。でこれ2色あって、ダークグレーとベージュです。もともとこれ買う予定では買う予定ではなかったです。どっちかっていうとね、俺たち最初はハーフコートの方を、すごいこちらなんですけど、こっちを狙ってたんだけど、まあ、ちょっとね試着してみた結果むずっってなって、俺と新薬は似合ってたんだけど、K が似合わないからやめました。僕のせいでやめました。でもみんなに似合うものをさ買った方が絶対いいじゃん。いいし、逆にハーフ顔真っ黒野球部野郎みたいな顔じゃなければ似合うと思うので、そうじゃなければ買ってみてください。でこれトレンチコートのサイズが店頭で S、M、L で、僕たちは M を買いました。でオンラインだと XS、XL、XXL まであります。これはね、ここに載せてこう見てもね、ちょっと座ってるんで分かりづらいので、そう、全体のディテールを見てほしいのよね。今回のアイテムそうです、いっちゃいいから、マジで。じゃあね、こっからコーデの紹介に行くんで、その最後にトレンチコートをバーンとね、ほんと見てほしい。
ほしいんで最後まで見てね。それでは紹介したアイテムを使ってコーデを組んでいきたいと思います。いってみよう。来ました、チェックシャツ。まあユキストリート系似合うからね。本当チェックシャツ何枚も着てきた。でもこれね、本当マジ珍しいよ。色味が、生地がめちゃめちゃ軽いのよ。おだからもうさらっとね、はい、ちゃんとして、あ、軽そうだ。柔らかいです。柔らかい。いつものジャンプより。ボタン閉めてみました。これはそういう細かいチェックの方だとできないわ。まあね、こうオタクっぽくなっちゃうっていう点でね、特に今着てるデニムとか合わせるとなお、ね、それっぽくなっちゃうのかなって思うけど、可能性こいつはフレアだからあのオタクっぽくは見えないけど、だからさ、オーバーサイズでチェックシャツでこうフレアパンツのデニムっていう風にシルエットもすごい気使ってるからね、すごいおしゃれに今っぽく見える。シャレてるぜ。シャレてるコーデですね。はい、続きましてこちらニット着てみました。いかがでしょうか。ええやん。はぎはぎ、ええやん、めちゃくちゃええやん。合ってるやんこれと。そう、今まず着てみた感想としましては、その今僕下インナー半袖なんですけど、直接肌に当たってもチクチクしないですね。高校時代の時にセーターとか何着たらいいかなって友達に聞いてた時に、ユニクロはチクチクするからやめた方がいいよってよく聞いてた。今これ着てみたら、あの全然チクチクしないから。触った感じもしないもんね、チクチク。あとは裾のリブが上がっちゃったりしないんで、ちゃんと下がってはくれるんで、確かに。あ、丸まらないんだ。そう、丸まらない、丸まらない、きつすぎないね。そうそうそう。あとはその今このクルーネックの部分、首が締まってて、あのインナーが見えないっていうのがね、一個利点です。それめっちゃいい。そう、確かにダルンダルンだと見えちゃう。ヒートテックがね、見えてるやついたりするもんね。そう、それめっちゃ嫌だから、ニット選ぶ際に僕気をつけてる点なんですけど、まあこれはユニクロは合格って感じですね。これがパーカーです。黒いね、コーデュロイの。これはユニクロじゃないですけど、カーキのやつを履いて、ちょっとあの暗めな色でまとめてみました。オーバーサイズっていうか割と大きめには作られてるんだけど、これはね、丈は少し短めに作られてるなっていう感じがしました。ちゃんと隠れない。はい、なんか着丈が短いことによって、まあ、オーバーサイズでは着てるんだけど、でもなんかルーズすぎないっていう、メリメリがそうそうそう、いいかな。なんか結構ラフすぎちゃう時があるじゃない、あのオーバーサイズだと。うんうんうん、まあこれは視野が一押しだったからね。あの今度動画出すんですけど、こちらのあのね、 GU のパーカーもあって、こちらもすっごいおすすめなんですけど、僕たちどちらかっつったらこういう感じよりもなんかダルってしてる方が好きなので、自由の方が僕は好きだったんで、ちょっと今回は買わなくてよくねって言ったら、ダダコに始まって言い方ひどいね。どっちがまあいいかっていうのは、これは割と好みに分かれると思う。好みだと思う、うん、綺麗めな方にちょっと寄ってパーカー組みたいなって時は、黒 U の方が相性いいと思う。で、結構カジュアルとかストリートに寄りたいってなったら、まあ自由とかのパーカーの方が相性はいいのかなと思います。はい、続いてはこちら、ウルブレンドジャージーパンツを履いてみました。いかがでしょうか。いや、気に入ってますわ、やっぱり。あの、秋冬らしい素材感はあるね。ニットと相性めちゃくちゃいい。いいでしょ、いい、めちゃくちゃいい。最高でしょ。まあ、これ、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱウールが混じってるんで、もう着た感じ、俺、暑いっすわ。暑いっすね。まだ暑い。そう、上半身と相まって。あの、このそう、ヒートテックなしでも着ちゃえば、着れますね。ザ・秋。そう、あともう一個特徴としては、センタープレスが割と綺麗に入ってるんで、そこはなんか、より綺麗めの方に寄ってるので、綺麗めファッション好きな方なんかは、このパンツおすすめです。僕の身長とか足の長さだと、店頭に置いてあるサイズ一番ちっちゃいので、73なんですけど、割と僕、ここまで、へその部分までね、上げてて、ロールアップしない。ダメみたいなサイズダメなんですけど、まあ、ロールアップ可愛いんで、割と僕みたいな身長だったら73を買ってロールアップして揚げパンで履くっていうのが割とおすすめです。あのロールアップちょっと抵抗あるなっていう人は、まあ、オンラインで70を買ってみてもいいかもしれません。ね、最後は、トレンチコートなんですけれども、ちょっと K がいない。 K? K どこ？ドーン！来た。あ、でもめちゃめちゃ形いい。トレンチは神です。見れば見るほどいい、ディティール全てが。そうさ、ディティールをさ、近くで
見せてあげよう。まず俺的に一番のポイント、ベルトだと思うんですよ。そう、このベルトがなんかここでこうつながってることによって、こうベルトだけが分離することがないんですよ。だから確かに偏ったりとか、はいはいはい、だからここがねつながってるんだ、つながってるから、だからこうこっち側が落ちて、ダラーンってなっちゃったりするってことが起きやすいんですよ、トレンチコートって。ああ、そうなんだ。でもそれがないっていうのが本当に優秀です。今持ってるトレンチコート、そう紐がそうなっちゃうから紐取ったもん。もともと買う予定がなかった理由としましては、今までトレンチコートってユニクロから出てたんですけど、それってだいたい丈がなんか膝丈、なんなら膝丈よりちょっと短めみたいな、ちょっとトレンドの形ではないみたいな、ジャストサイズなトレンチコートって感じだったね。そうなんですよ、それが多かったんですけど、まあ、どうせ今回もそれだろうと思って買おうとはしなかったんですけど、まあ行ってみて、うわー膝超えてる、よっしゃーと思ったよね。一回着てみようみたいな、一回着てみようって言って、着てみようって着た瞬間飛んだよね。やっぱり良かったねってなったね。まあユニクロってまあプチプラブランドって言われてるけど、そのプチプラって言われてる中ではまあちょっと値は張っちゃうんですけど、まあそうね、その他のプチプラブランドで買うトレンチコートに比べたら絶対これがナンバーワンだと思います。あ、そうね、断言します、言い切ります、ナンバーワンです、こちらが。着回しのしやすさがね違うと思うわ。たまんないっすわ、こう裾のところのこういう作りね。そう、スリット、ここにもボタンがあるんですよ。見せてあげる、見せてあげる。こういう作りになってて、でそこの細部にもこうボタンで止まってて、ボリュームを出すための多分作りだと思う。一個一個最高なのよ、もうこれはたまんないっすわ。でインナーにそう厚めのものを着ても着膨れしない感じがいいっすよね。太いので余裕めちゃめちゃあるね。そう、やっぱりね、真冬にも着れるっていう点がね、冬までいけるだろうね。そう、秋冬なんなら春もいけるんじゃないかな。春のトレンチとしてね。そう、ベチプラの中でちょっと春ってぐらいだけど、でも長いシーズン使えるってことを考えたらね、コスパが最強なんですよ。あと最後に僕たちもう1点買う予定だったんですけど、モックネックプルオーバー、そう、これをまあこれもいいだろうと思って予想して買いに行ったんですけど、触った感じ素材は良かったんですよ、着てみてもあこれいい、肌触りいいって思ったんですけど、僕たちオーバーサイズ好きだし、トレンドもオーバーサイズなんで L サイズを買おうと思ったんですね。 L サイズ試着してみたら、まあ袖だったり裾だったりはいい感じのオーバーサイズだったんですけど、そうすると首元がスカスカになっちゃって、首元を締めてから M 買おうと、で次 M 着たら首は締まったけど、次はもうジャストサイズになっちゃって1枚で着れねえなって思って、今回は見送りました。まあでもこれの中にインナーとしてモックネック、首をちょっとね、そう、首出したいなって人は M サイズ S サイズを買ってインナーとしてだけ使うなら買うのはありだと思います。はい、というわけで9月18日に発売されたユニクロ U の新作を5点紹介しました。いかがだったでしょうか。よかったよ、とても良かった、楽しかった。すいません、まあ、今日5点紹介したうちのね、3つそういえば俺着てて今1個コーデできちゃった。そうじゃん、でもこれでもうまとまってるもんね。そう、これでなんなら冬も過ごせるし、まあそうやって着回しやすいアイテムだったり使いやすいアイテムが揃っているので、ぜひ皆さんこの動画を見て参考にして買ってみてください。参考にしてくれると嬉しいね。嬉しいな、俺らが買ったやつだけ先に売り切れてくれたらいいな。これすごいことだよ。このチャンネルにはおしゃれってどうしたらいいかわからない、おしゃれになりたいという方のためにトレンドだったりおすすめの商品だったりを紹介していくので、皆さんぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。その他にも SNS 僕たちやっているので、そちらの方も概要欄に貼ってあるので皆さんフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ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 。あちゃやれやれやれ。